本当に、民主主義国家ではなくなるっていうことだと思います。民主主義国家は主権者である国民が情報を知って、そして自由な言論があって、政府が何か間違っていることをやっていれば、それに異を唱えることができる。それが民主主義国家の基本です。でもこの特定秘密保護法案が決まってしまえば、我々はこの国の重要なことを知ることができない。そしてそれを聞き出そうとすれば犯罪者扱いされる。これはもう政府が好き放題できるという内容です。こんなものを認めてはいけない。25日金曜日にこの特定秘密保護法案が閣議決定されて国会に行政されるという予定で今進んでおります。これを何としても食い止めよう。そのためにこの官邸前の講義を行っております。ぜひ、皆さんもですね、今日は熱い思いを官邸にぶつけてもらえるかと思います。で、今日はですね、ジャーナリストの鳴沢さんがいらっしゃってますので、ぜひ一言コメントをお願いしたいと思います。こんばんは。こんばんは。週刊テレビという、小さいけども、批判単位精神だけは大きな、週刊テレビになるかと思います。今年の週刊誌はですね、今月から週1回秘密保護法の記事を必ず載せてですね、これを配慮の以前まで繰り返し組織でやってます。今言ったようにですね、表現の地位とか主事権利とか一回国会に配慮したようなことをですね、載せたからいいとか言ってるらしいんですけども、この権利はですね、誤解が我々にくれたもんじゃないんですよ。そうだ、俺らで獲得したもんなんだ。そうだ、それはなんかお好きがおしくですね、与えたからいいだろうって何を言ってるんだよ。そういうんじゃない。一番ですね、問題はですね、誰が秘密を決めるんですか。そうだ、それが秘密かどうか誰が判断できるんですか。役人以外の誰もできないんですよ。我々のですね、国家の大事なことを一部の役人だけにしか分かんないような、そんなことが許されていいんですか。我々の人生ってかかってることかもしれないんですよ。それをですね、この辺のですね、主席のですね、官僚国ごときに独占させていいのか。この国は俺たちの国でしょ。だからどんなことあっても我々はこの組織だけはいけないです。それも約30年前にですね、同じことがあった。同じことが起きてなってた。その時僕は全国各地行ってですね、反対する人に片っ端があったんです。みんなものすごい熱気だった。一人一人がですね、ちっちゃいパンフレット作ったり偉くなったり、学生会やったりですね、もう本当にみんなが必死になってた。残念ながら今そういう状況じゃないんだけども、当時はじゃあなんで組織できたかというとですね、後藤だって政治家がいたんですよ。彼が最終的にあの法案を葬ったんです。知ってるし後藤だ、またある。しかし今のこの中にはですね、後藤だの動いた政治家いないんですよ。そうだ、安倍みたいな崩れたのよくばっかりしかいないんだ。そうだ、だから我々はですね、当時よりもはるかに厳しい状況に置かれてる。これはもう現実です。だからもう本当に我々のはこれ国家のですね、もう何百年と先にも関わってた問題なんで、我々の世代が阻止するとですね、これからの世代が大変な日本に生きることになっちゃうんです。これを止めるのは我々の責任なんです。義務なんです。どんなことだってもやるのがいない。皆さん頑張りましょう。